キルギス内務省とは、キルギス共和国の内政を干渉する機関。キルギスの警察機関。ソ連内務省時代の制度に従い、軍事組織、キルギス国内軍を有する。キルギスでは、内務省出身者が白引きの中核を構成している。キルギスソビエト社会主義共和国内務省を前身と、する。ソ連8月クーデター時、当時の内務省、フェリックス・クロフは、 国家非常事態委員会に反対することを、アスカル・アカエフ大統領に促した。1994年1月11日、内務機関法成立。1996年7月26日、犯罪の増大に対して、組織犯罪、非属対策局設置。1997年7月18日、国際刑事警察機構加盟。 2002年3月17日の悪水でのデモ隊に対する発砲事件後、内務機関の組織的欠陥が明らかになり、改革が実施された。1999年から2005年の間、警視構総局と国内軍7701部隊が法務省に、国家消防総局が非常事態省に、検疫局が農業省に移管されると、 内務省の定員は50%削減された。2008年はじめ、法律違反予防法が成立し、2009年7月1日までに498箇所の社会防犯センターが設置された。同年2月5日、内務省付属社会会議が設置され、社会による民警の活動に対する監督が確立した。内務省のもとに内務第一次官一人、 内務次官三人が置かれている。首都ビシケクに内務総局、各州に内務局が設置されている。特殊部隊として特殊任務民警視隊を有する。ありがとうございます。